1>, 1、FG ディナモドレスデン。SG ディナモドレスデンは、ドイツの東部、ザクセン州の州都ドレスデンを本拠地とするサッカークラブチームである。旧東ドイツ時代は、8度のリーグ優勝を果たした、古豪。ドレスデンには、1898年に創設された、ドレスナー SC があり、ドイツの強豪クラブとして、ドレスデン市民に愛されていた。しかし、 第二次世界大戦後に共産党政権が成立すると、スポーツにまで国家の厳しい統制下に置かれ、ドレスナー SC、SC フリー、ドリッシュタットと会消は1950年に解散させられた。この後、ドレスデンにできたクラブがディナモドレスデンであった。ディナモとは国家秘密警察に関連したスポーツクラブに関されたクラブ名である。 各地から17名の競合選手が集められ、1953年に DDR オーバーリーが東ドイツ一部リーグで初優勝を果たした。東ドイツのクラブは国家の統制下に置かれていた。言い換えれば国家の名を借りて高級官僚がクラブを私物化することができた。ドレスデンの成功に不満を抱いた国家保安省の中心人物、エイリッヒ・ミー・ルケがベルリンに 競合クラブを設けたいとの市場から、ディナモ・ドレスデンのレギュラー格の選手を、ベルリーへと連れ去った。こうして、ディナモ・ベルリンが成立し、ディナモ・ドレスデンはサンブリーグにまで降格した。1964年、ようやくディナモ・ドレスデンは一部復帰を果たした。ドレスデンの熱心なサポーターにも支えられ、1967年には、限られた戦力の中4位にまでつけるが、 翌年に再び2部へ降格した。しかし、東ドイツ政府が代表チーム強化を狙って特定クラブに有力選手を集中させる政策を取り、ドレスデンもその一つとなった。そのため、1970年代に復活を果たし、5度のリーグ優勝を果たした。その中には、1977年から1979年のリーグ3連覇も含まれる。 旧登録のクラブの中でディナモドレスデンは異質なクラブであった。2万人以上の観客を集める熱心なファンがいたこと、規律にとらわれない自由なサッカーをする選手がいたことは他のクラブではまず見られなかった。1980年代、ベルリンの不信に不満を持った秘密警察の要人がさらなるディナモベルリンの強化を図った。審判までが国家権力の恐怖に怯え、 レッドカードや PK の判定でベルリンの優勝に貢献した。こうした中でディナモ・ドレスデンは万年2位の地位にあった。1985年、ソビート連邦の新指導者としてゴルバチョフが現れ、1989年の東欧革命で各国の共産党政権は崩壊へと向かった。これを象徴するかのようにディナモ・ベルリンは優勝を逃し、 ディナモ・ドレスデンがリーグ戦に連覇を果たした。東西ドイツの統一に伴い、DDR ・オーバーリーガの最終年に2位だったディナモ、ドレスデンは、ブンデスリーガ一部へと編入された、1位と2位のみが、ブンデスリーガ一部へ編入された。資本主義原理で動く旧西ドイツの各クラブは、旧東ドイツの優秀な選手を、次々と引き抜いた。ドレスデンも、マティアス・ザワー。 VFB シュトゥットガルトへ移籍、ウルフキルステン、バイエル・レバークーゼンへ移籍などを失った。それでも、ディナモドレスデンは4シーズンにわたって一部に止まり続けた。ベルリンの壁が崩壊した際の東西ドイツの市民が抱き合う姿は一瞬の熱狂でしかなかった。間もなく、オッシー、東ドイツの人々への別称、別荘、西ドイツの人々への別称と互いを称するようになり、 スタジアムでも頻繁に旧東独のクラブに差別的なヤジが飛ばされた。同じ旧東独のハンザ・ロストックは1シーズンで2部へ降格したため、ディナモドレスデンは、ブンデスリーが1部で、旧東ドイツを代表して、古軍奮闘を続けた。しかし、ディナモドレスデンは、資本主義的な経営のノウハウをまだ心得ておらず、優秀な選手を引き抜かれた際の遺跡金もすぐに底をつき、 クラブは巨額の負債を抱えることになった。1995年、ついにブンデスリーガ一部の再開となり、経営問題からブンデスリーガ在籍のためのライセンスを剥奪され、二部ではなく、レギオナルリーが三部への降格を命じられた。レギオナルリーがでもディナムドレスデンは苦戦を続けた。2000年には、ついに四部リーグに降格した。皮肉なことに、 かつての東ドイツ1部リーグの名称、オーバーリーガと統一ドイ4部リーグの名称、オーバーリーガは同じであり、かつての DDR オーバーリーガのトップクラブたちと3部昇格をめぐって熱戦を繰り広げた。2001年、カール・ザイス・イエナや VFB ・ライプツヒといったかつての東ドイツのライバルを倒し、3部リーグ復帰を成し遂げた。2004年、 ブンデスリーガ2部までディナモドレスデンは戻ってきた。すぐに3部リーグに逆戻りしてしまったとはいえ、旧東ドイツ時代以来の熱心なサポーターは健在であり、いかなる政治的変動や在籍リーグにもかかわらず、今も街のクラブに熱心な声援を送っている。2008年にはブンデスリーガ再編で新設された、ブンデスリーガ3部に所属となった。2009年には、 本拠地のルドルフ・ハルビヒ・シュタディオンを大規模改築し、後にグリックス・ガス・シュタディオンと名を変えた。2010から11シーズンには3部で3位となり2部16位の VFL ・ロスナ・ブディュックをプレーオフで破り、2011から12シーズンの2部復帰を果たした。なし。オーストリアのサッカークラブ SC ・ラインドルフ・アルタフ派、SC ・ラインドルフ・アルトックと提携関係を、 結んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。